です。アニョン。はい、今日も韓国語講座。前回が、はい、女の人が先輩に使う言葉を、はい、年上の人に使う言葉を教わったんですけど、うん、今日はじゃあ男の人が年上の男の人、女の人に使う言葉を学習してもらいましょう。はい、行きましょう。はい、すごい。男性と女性で言い方がね、さっきこの間見たかもしれないけど、うん、違うっていうのもね、特殊。男の子の人が男の先輩とか年上の人に言うときは、ヒョンって。ヒョン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 。いつみヒョンとか。みヒョン。って言いますよね。で、男から女の先輩とか目上の人。女の先輩だったら、ヌナって言う。ヌナ。あ、それ聞いたことある。結構本当、ね、そう、ヌナね。なんかよくそのアイドルの番組とかで、うん、後輩の男の子のグループが、先輩の皆さんとかに、なんか、言ってるよね。かわいい。言ってる言ってる。そうそう。ヌナもじゃあかわいい感じなの。うん、あ、そっか、弟分みたいな感じなのか。ヌナって言わせたいみたいな感じなの。それはない。それは別に。違う。それは別に。それは違う。ざっくりと、それは別に言わないでみたいな。それは別に違う。なるほどね。でも言ってみて。あ、へじ。あ、両方のパターンで言ってみたら。そうだね。へじ。あ、じゃあ、私男バージョンやるわ。じゃあ、私男の人。あ、男のヒョン。男の先輩。あ、だからコウコヒョン。そうそう、ココヤン、ココヤン。じゃあ私は？ヘジヌナ。そう、合ってる合ってる合ってる、バッチリ。これで。なるほどね。じゃあ男の人が年上の男の人に、ヒョン。で、男の人が女の人に言うときはヌナ。これ使えそう。これ使えるね。てか使えそうっていうか、本当にあれだよね、日常会話ね。そう、日常会話。普通に言ってるし言われるし、これが分かってれば結構つかみ OK な気がする、最初に。確かにね。なんかでも確かにそれでもこれ知らないと結構最初、そう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 、え、どういう意味って、なんかいわゆるお兄さんとかお姉さんとか意味じゃん。でも兄弟、本当の兄弟じゃなくても使うから、ね、すごい文化の違いだよね。私やっぱり韓国の人はやっぱ年上の人をちゃんとこう感じる文化じゃない、ね、だからちゃんと言えた方がきっと印象もいいと思う、最初に。だからこれを知っとけば、多分韓国行った時とか韓国のね、お友達ができた時もいいと思う。いいかも。使える、すぐ使える。じゃあちょっと使っていく。私今回はいつみくんが使うバージョンでしたね。 OK、 そうです。男から使う、覚えたってこと。今日もせーの、ぴょん。ココリア TV チャンネル登録してくださいね。チャンネル登録してくださいね。3人それぞれ SNS もやってるので、皆さんぜひフォローしてくださいね。 SNS とパラしてよ。ぴょん。